こんにちは。こんにちは。今は岩手県に来ております。はい、岩手県の太平洋側に来ました、うん、盛岡市にいたんですけど、うん、まあ、そこから海の方に向かってやってきました。はい、昨日は宮古市というところに行って、うん、まあ、ご飯食べたりな、ちょっと観光したんですけど、今日はもっと南の方に降りてきて、はい、大船渡市というところに来ております。はい、今碁石海岸というところに来たんですが、うん、はい、三陸復興国立公園になってて、うんうん、東日本大震災の後に、うん、その復興のために作られた国立公園だそうです。はい、はい、で今日はちょっといくつかその東日本大震災の震災遺構というものが各エリア、まあ、大船渡市以外にもな、うん、いろいろあって、まあ、その震災遺構をいくつか回りたいと思います。はい、今年ちょうどな震災から10年やな、うん、ということで、まあ、実際どれぐらいな、うん、復興が進んでるのかとか、うんうん、そういうのを見ていきたいなと思ってます。まあ、ちょっと来てみたかったところではあるからな、うん、まあ、10年前僕たちもちょうど大学生だったんですけど、うん、まあ、大阪にいたんでテレビでしかな、うんうん、見たことなかったんで、まあ、実際どんな感じになってるかっていうのは、まあ、来てみたいなとはずっと思ってました。うんうん、でちょうどまあ機会があったんで、はい、まあ、ちょっと見ていきたいと思います。とりあえずまあ碁石海岸に来てるので、うん、そこをちょっと見ていきたいと思います。はい、碁石海岸、はい、なんか展望台がいくつかあるんや な、これをちょっと歩いて見に行きたいと思います。そんな時間かからなさそうなんで、うん、なんかバリアフリーのコースとかもあるんな、うん、このインフォメーションセンターから歩いていきたいと思います。キャンプ場もあるんや な、綺麗なところです。ここでキャンプしようか迷ったんやけどな、そうそう、ちょっと今回はやめましたが、天気的に微妙だったんでやめたんですが、うん、なんか整備されてる、ちゃんと遊歩道が歩きやすい。三陸海岸といえば小学校ぐらいで習ったかな、リアス海岸、リアス式海岸、それを見れるというところです。雷岩乱暴や展望台、すごい綺麗やな、な、綺麗な場所です。なんか穏やかやから、うん、そんな津波があったところとはな、ちょっと想像今はできひんけど、でもこう宮古市から海沿いを走ってきてな、うん、結構やっぱ至る所に震災のその、うんうん、なんかここまで水が来ましたみたいなな、そうそう、ラインとか震災の跡が残っててな、走ってるだけでそういうのがあったんやって分かるようになってるんですけど、でももうだいぶ綺麗になっててな、そう、道とかな、か全部綺麗になってて、全然言われないとわからないぐらい綺麗になってます、うん、でも今でもなんか防波堤っていうかな、うん、防潮堤っていうかな、ああいう工事はやってたよな、すごいいっぱいしてたな、ああ震災の爪痕がいろいろ残ってました。来た、めっちゃ綺麗、まあ、海が見えた、綺麗、すごい、ちゃんと展望台あるわ、そこに、わ、すごい、綺麗、おー、綺麗、てか天気いいからな、曇りやと思ってた、そうそう、なんか晴れた、曇り予報がめっちゃ晴れた、おお、これこれ雷岩と乱暴屋、すごい、そこか、綺麗、綺麗やな、めっちゃ、めっちゃ綺麗、青いな、海、青い、雷岩からは凍結に打ち付ける波が空気を圧縮して出る際にドーンという雷にも似た重低音がします、うん、残したい日本の音風景100選初めて聞いたの、うん、綺麗、うわ、綺麗、すごいな、めっちゃ青ない？めっちゃ青い、雷岩の方に近づいてきた、うわ、めっちゃこっちの方が音聞こえるな、ボン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 、おお、キワキワまで、うわ、めっちゃ聞こえるやん、音すごい、ゴロゴロ言ってるわな、すごい、
うわ、不思議。なんか波が穏やかな日はここを小型遊覧船で通れるらしいな。今日通れるとか言ったんで。え、これで全然穏やかじゃないけど続いて先ほどの小石海岸インフォメーションセンターを出て車で5分ぐらいやな、うん、のところにこの穴通し磯、はい、これもなんか小石海岸の中では有名なスポットみたいな、うん、どこ散歩に行く。ここから砂利道を海の方に歩いていきます。すごい道やな。あ、でも整備されてるから歩きやすい。うん、いた、穴通し磯です。穴通し磯とはご覧ください。うわ、すごいやん。すごいすごい、綺麗。あ、ほんまや。へえー。おお、穴開いてる。なんか人が切ったみたいな。へえ。すごいな。なんかほんまに人工的に穴開けたみたい。穴通し磯を見終わったので、うん、次は陸前高田。はい。陸前高田市の方に行きたいと思います。はい。道の駅があって、うん、で近くになんか、ね、有名な奇跡の一本松。なんか一個だけ。残ってんな。松林やったけど、うん、全部なくなって津波でそれだけ生き残ったという、うん、結構有名やんな、うん、でそこら辺に東日本大震災の伝承館、うんうん、津波伝承館っていうのがあるんでそこにちょっと行ってみたいと思います。はい。漁港やって、漁港の再建復旧。うん、道の駅向かってる途中に震災以降の建物があったのでちょっと止まった。元々は公営の移住促進のための住宅だったみたいな、ハイツやったみたいな。道路直撃を、あそこに 14.5 メートルって書いてんですけど、めっちゃ高いで。4階まで来たって。5階建ての4階やって。あそこにさ堤防作ってるからさ。そう、あそこにな、海側にもろに堤防があって。うわ、もうすごいで、そのままこれ、うん、なんか冷蔵庫みたいなんで、あれ手前な、このままになってすごい。うわ、5階だけ助かったよ。5階だけギリやもんな。うん、ほんまやな、ギリギリ。ここだけやっぱめっちゃ開けてるからさ、やっぱもともとは何かあったんやろな、いろいろ建物。でも14メートル、海の中に沈んだみたいな。この辺5キロぐらいはな、全然工事してもんな、ね、今でも。うん、前方 1.5キロ、後方 2.7キロ。いました。ここは道の駅がこの右側かな、うん、で左が東日本大震災津波伝承館になってます。でここはまあ高田松原津波復興記念公園ってことでな、うんうん、メモリアル公園みたいになってんねんな、あの奥の方が。とりあえずちょっとお昼なんで、うん、ご飯食べようかなと思ってます。あれがさっきの前の道の駅な、あの奥の方に見えてるのが旧道の駅。ここはだから震災以降にできてるから、うん、めちゃくちゃ綺麗やな。3年前ぐらいかな。うん、全体像としてはこんな感じになってて、うんうん、今現在地でこれが前の道の駅な。前の道の駅なんか工事されしてるんや。これも震災遺構としてなんかやるんかな。見れるようになるんかもな、うん、海に繋がっててこっちの方やな。右側に奇跡の一本松と、あとここの陸前高田ユースホステルっていう、これも震災遺構になってます、うん。これが海鮮天丼とめかぶそばのセット1200円。おかわりは磯ラーメン。磯ラーメン880円でございます。美味しそう。美味しそうやな。いただきます。いただきます。うん、うん、美味しい。美味しい。なんかめかぶとか昆布が有名なの、な、売ってたよな。海近いし、うん、うまっ。美味しい。このちっちゃいそばが美味しい。うわ、牡蠣やん。牡蠣も有名なの。牡蠣の天ぷら美味しいな。うん、全然まだ工事とかしてるから、うん、まあ、これでもだいぶ復興した方なんかも知らんけど、うん、そうやろうな、まあ、まだまだ、まあ、とりあえず綺麗にしてこっから建物をな、多分
いろいろやっていくって感じかな。ニュースでしか見てなかったけど、実際ここでそういうことがあったと思うと、まあそれ大阪でも揺れたからな、普通に、ちょうどビルにおったから揺れたい、めっちゃ揺れました。窓がギシギシやってた。うん、あかりはなんかちょうどスノボ行って帰ってきた日やったやろ、うん、長野行ってて夜行バスで大阪帰ってきて寝ててんだから、昼ぐらい家帰ってで、パッてなんか多分揺れて起きてテレビつけたら、なんか寝ぼけてんかと思ったほんまそれぐらいの映像やったから信じられへんかった。ちょっと宮古の方からずっとこう降りてきてるから、めちゃくちゃ広範囲にわたってな、被災したっていうのがよくわかるな。この海岸沿い全部被災してるからな。このニュースとかではピンポイントピンポイントでな、うんうん、陸前高田とかさ、宮古とか大船渡とかやってたけど、実際やっぱつながってるからさ、めっちゃ広いよほんまに、うん、めっちゃ大変やんほんまに、想像できひんレベルや。あっという間やな10年間、うん、だって阪神淡路大震災よ、うん、26年関西に住んでたから阪神淡路大震災も経験してて、うん、でもまあちっちゃいからな、ちっちゃすぎて覚えてないから、うん、親にな聞いて知ってるぐらいやけど、かすかに覚えてるかなぐらい。大人になってから経験する地震の方が怖いよ、うん、怖い、ほんまに怖い、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。漁協がやってる食堂やから美味しいな。ひろたわん漁協さんがやってるんや、だから魚美味しい、うん。ご飯食べ終わったので、この東日本大震災津波伝承館に行きたいと思います。行きました、はい、無料で入ることができます、うん、一応ここでまあ津波の歴史、津波の勉強もできるんじゃない、津波の話とかいろいろなあったことを学ぶことができます。海岸付近でオリンピックの 100m 走選手並み、深いとこなんかめっちゃ速い、時速800キロとかやね。でなんかここでだからもうどんどん次の波が追いついてくるから、うん、どんどん高くなるんや。うわ怖い。これはここにやった気仙大橋という、これが多分道の駅か、まあ、うん、これか、津波で流されたんや、破壊されてそれがここにあるんや。めっちゃ曲がってるな。浸水面積は東京23区がほぼ水没してしまう面積やった。これな、宮古にちょっと行かなかったんだけど、うんうん、太郎観光ホテルっていうのがあって、震災以降になってるな、これ、うん、これは消防車です、被災した。今ちょっとシアターでな、うん、映像を見たんですけど、そこにも出てきてた消防車、すごかった。被害額13兆円って60歳以上の方が 64% 亡くなってるんや。うん、伝承館に行ってまいりました、はい、まあ実際に当日の映像とかもあったりしてな、うんうん、結構衝撃的な感じでした。怖いな津波、その時に結構思ったけど、また10年経って改めて見ると思い出すね、うん、まあだから当時ほんま被災した人はなめっちゃ怖かったやろうし、悲しい話とかもあったりして心が重くなりました、はい、普段から気をつけておくということの大切さも知りました。結構やっぱ昔からの三陸沖は津波がやっぱあったから、うんうん、住民の方もな避難訓練を毎年やってたりとか、うんうん、防災意識高い人も多かったみたいで、それで命助かったっていう人もいっぱいいて、日頃からそういうのをな大事にしないと。まあ自分が学生の頃ほら避難訓練とかさ、うん、結構なんかめんどくさなあなあでやってた感じもあるしな、まあ、だから海沿いに住んでた人とかはな、うん、もうほんまにそういうのを想定してやってたやろうから勉強になりました、はい、次は、うん、海側に行ってみて、うん、まあ奇跡の一本松とかその辺も行ってみたいと思います、うん、なんか献花台があるみたいで、うん、道の駅にもな売店でお花を買えるのでちょっと買いました。あの先かな、うん、この綺麗な状態になるまでもめっちゃ大変な、すごい大変な労力がかかったねと思うけど、ここに献花台があります、
あの遠くに見えてるのが奇跡の一本松と、奥があれやな、ユースホステルやな。何もないもん。何もない。何もなくなってしまった。何もなくなってしまったよ、ほんまに。あとあの松もな、普通に松林やったんやろ。な、流されて。あれだけ。ほんまに奇跡よ。海見えるかな。今日は天気いいから。な、あそこにもあったわけじゃない。あ、ほんまや。手前と海にもあるんや。わあ、綺麗。綺麗な海。すごい。この辺の高さぐらいまで水が来るんや。奇跡の一本松の方へ。なんかこの辺も松かな。植樹してる、育ててる。近づいた。これが陸前高田ユースホステル。震災当時のまま残ってる。すごいな。津波の威力を物語っております。この横にあるのが奇跡の一本松。すごい。思ってたよりでかかった。いいな。うん。この一本だけが助かったというマジで奇跡。7万本もあったらしい。7万本生えてたのに残ったのはこの一本という。これだけ。マジで奇跡ちゃう。これすごい奇跡。ここの横が川、気仙川ってなっててな。うん、ここをこう津波が登ってったってさっきの伝承館にもあったけど、実際はもうこの松自体はもう枯れてしまってんねん な枯れて死んでしまってるんやけど、復興のシンボルとして保存してるという形らしいです。はい、できました。はい、見応えあったな。うん、めっちゃ見応えありました。はい、最後に、うん、気仙沼の方にある伝承館の方に行きたいと思います。もう宮城県やけどな。うんうん、もうここだから結構岩手の境目やな。うん、宮城県の気仙沼市にもあんねんな、伝承館っていうのがあって、うん、そこに行ってみたいと思います。はい、ここから40分ぐらいかな。うん、40分ぐらいかかるんですけど行ってみたいと思います。はい、もうすぐです。もうすぐです。何もない。これが伝承館になってるんや。お前な、高校やねんな。いました。気仙沼市にある東日本大震災遺構伝承館でございます。ここはなんか唯一中に入れる震災遺構らしい。まあ、もう今見えたけど、もともと高校やねんな、ここ、うん、実際に中に入れるんですよ。だからここは有料施設になってます。一応館内は撮影禁止で、ちょっと一部撮影かって書いてるけど、どこかわからんから、うん、まあ、基本は撮れません。できます。出てきました。はい、ビデオを見て、さっきシアターでな、うん、映像を見て、ビデオと写真、うん、リアルでした。ここからは本当に残された校舎、うん、うわ、ぐちゃぐちゃです。気仙沼工業高校っていう高校だったみたいで、旧校舎としてな、残してるんや。一応震災遺構として、生徒さんはみんな大丈夫でな、避難して、うん、近くの避難所に避難してた。1階部分はもうな、完全に、もうあかんな、完全にだから水の中って感じ。うん、トイレ破壊されちゃった。まあ、多分校舎をさ、建ててたよな。あ、なんか工事中やったとか言ったな。新校舎、そうそうそう、新校舎建ててる途中やったんや。保健室、ほんまや。なんか車椅子とかある、あそこ破壊された。校長室、なんかタイヤとか流れてきて、置いて落ちてんもんな、タイヤが。上も上がれるんや。4階が津波到達地点やって、なんか屋上は大丈夫やってな。うんうん、残ってた先生と工事の人、屋上に逃げて大丈夫。よかったよな。3階に上がってきました。ここにはなんか流されてきた車があるらしいけど、通路だけこう綺麗に。ほんまやな。あ、ほんまや。ん？うわ、ほんまや。車が瓦礫の中に。こんな感じやって、地上8メートル。めっちゃ高いで。ここもだって水に浸かってたわけやろ。
そういうことです。電子回路、ノートとかこんな本まで残してるんや。住所みたいなんで、4階が津波到達地点です。すごいよな、4階まで。通信学習室ギリギリ。あ、ほんまや、この、あ、ここも使ったん？錆びてんねや。この25センチのところまでの錆びが、あ、ほんまや、特にひどいからこの辺まで来たって。ここまで来たんや。あ、だから4階はちょっと足元が浸かるぐらいだな。でも4階もちょっとだから25センチ分使ったんや。あ、これ外から見てへこんでたところ、あ、外から見たら分かったけど、冷凍工場が流されてきてぶつかったやって、だからここへこんでたんや。で、この中に散らばってるスポンジは冷凍工場の壁材らしいね。うわ、すごっ。じゃあここにおってもめっちゃ怖いよな。だからもうだから屋上しかなかったんや。怖い。今はすごい綺麗なのパークゴルフ場にしてるけど、写真で見たらこの辺もな、瓦礫まみれ。そうそうそう、すごいな。屋根が流出した屋内運動場。あれ？うん、なくなっちゃった。屋根なくなってる。ほんまや。草生えてる。ここ当時やん、多分。当時これや。ほんまや、この上から。見てるよな、この。当時はこれやけど、まだ低いよな。ここから上がってきたやんな。ここから上がってるよな。だって4階まで来てるから、まだまだ。この屋根がないもん。当時は、こんな感じやったん、屋上、波が。もうこの目の前、もうこの辺まで来てたんや。海見えるもんな、すぐそこやもんな。なあ、怖っ。めっちゃ高いで。すごいな。これがだってこう海が迫ってくるんや、津波で。恐怖でしかない。なあ、ここにおっても怖かったよ。いや絶対怖い。ここは下に降りてきて、さっきの体育館か。あれが激突したところ。あれが冷凍工場が流れてきてぶつかったところ。えぐれてる、折り重なった車。車どころかなんかいろいろぐちゃぐちゃになってんな。行ってまいりました。はい、泣いたに泣きました。なんか途中でな、シアターがあって、最初にもシアターがあったんですけど、最初のシアターは、まあ、当時の津波の映像とかをやってて、で後半にあったシアターはなんか3組の当時な被災した人の話がこう映像で流れてて、それがちょっとな、もう悲しい話やったから。やっぱりなんか私たちはさ、関西におったからさ、あんまりそんな知り合いの人とか、そうそうそう、幸いにな、友達とかなんか家族とかな、そういう人が被災したっていうことはなかったんですけど、でもやっぱり当時そういう身近な人が亡くなられたりとか、まあな、いろんな経験をされた方が多分いらっしゃることを目の当たりにして、まだ泣きそうです。まあそういうの見たらな、こう今自分が生きていることとかね、好きなことをできていることに感謝しないといけないなと思いました。もう私やっぱり一日一日をな、大切に生きなあかんなと思ったし、日頃からやっぱりそういう防災意識とか高めていかないと後悔する。絶対この辺も、ね、多分津波、過去な津波の経験とかあって、多分他の地域の人よりは防災意識高かったかもしれんけど、それでもなんかやっぱな、逃げなかった人とか、まあなんか自分は大丈夫だろうとか、大丈夫かなとか思う人とかもいたらしくて、やっぱ逃げ遅れた人がな、結局被害に遭ったりとかしてたみたいなんで、でも実際な、こうすぐも震災やって津波来ると思ってな、高台とかに逃げた人はみんな無事やったみたいな感じで、そういう意識な、なかなか普段生きてたら持ちにくいけど、でもやっぱ日本は島国やしさ、何があるか分からんからな、地震も多いし、地震もな、どのエリアで起きるか分からんしな、でなんかまあ大雨とかな、台風とか、人間の力ではな、もうどうしようもない災害とか、これからももしかして起きることあるかもしれないって、まあそういうのね、意識して生きていきたいなと思いました。はい、まあ、来てよかったな、ここな、もうめちゃくちゃ来てよかった。まあ、実際全部な、その震災に関係するとこ回れたわけじゃないんですけど、何個かな、震災の跡が残る場所を訪れて、まあいろいろ学ぶこともあったので、やってよかったと思います。してよかったです。こう同じ日本で起きたことやけど、まあそうね、やっぱりなかなかこう来ないとわからないこともめっちゃあるなって自分でも思ったし、まあ、当時映像とかはな、ニュースとかで見てるけど、もちろん見てるから、そこに来てな、この空気を感じることでまた
違う思いを持つこともあるし、意識も高まるし、うん、うん、まだまだな、多分復興は途中やしな、まだ多分いろいろそういう震災以降のところももっと見やすいように、うん、多分していくんかな、うん、工事とかもされてたし、まあ、実際多分なこう映像とかさ、やっぱ、うん、その時被災した人はな、まだやっぱ見られへんという人も多いと思うし、うん、なかなかな難しいかもしれんけど、まあでもこういう、まあ、知ってな、うん、そういうのを伝えていくっていうのは大事かなと思ったな、うんうん、めちゃくちゃ大事だと思いました、うん、良き学びの日になりました。はい、アホみたいに観光だけせずにこういうのを学んでいきたいと思います。うんうん、はい、日本で起きたことやからな、そうそうそうな、ということで、はい、なかなかしんみりした回ではございましたが自分たち的には、ね、しんみりした回、しんみりした回だったけど、はい、まあ、これも観光ということで、うん、お送りしました。はい、ご視聴ありがとうありがとうございました。バイバーイ。 And that's all right with me, 'cause as it burned, it was you and me, and that's all right with me.